こんにちは、盆栽職人みなやとしです。今回はこの口なしの取り木をやりたいと思います。取り木、取り木、取り木って何ですか。ですよね、はい、そうですよね。取り木って幹の途中から根っこをこう発根させて作り直すっていう作業なんですけど、今、4月中旬か今金図が取り木できるんですけど、例えばこれ腰高で下に枝がないじゃないですか、うん、だからこれもっと小さくしたいなってなったら取り木をかけたりするんですよ。取り木はかけるっていう、取り木をかける、うん、取り木をするんですけど、うん、例えばじゃあ、仮にここでもうこのサイズにしたいってなったら、うん、ここから根を出させる。できないでしょ、そんなことは。できるんですよできるんですよ。できるんですよ。できるんですか。そうなんですよ。そういう技があるんですよ。はい、とうとうやっちゃいます。トシさんでもあれじゃないですか、雑木苦手じゃないですか。そうなんですやっぱね、黒松とかね、はい、松柏が多いですね。松柏、そうですね。雑木の企画やろうとしたらやっぱこう避けるじゃないですか。はい、嫌、はい、だって言います。取り木に関してはプロ。あ、そうですね、今日初めてやったんですけど、午前中、今日今午後でちゃんと指怪我しました。指切った。はい、指ちゃんと切りました。じゃあ2回目ですか。はい、2回目でそんないい木でやっちゃっていいんですね。大丈夫ですね。はい、ボスの許可が出たんで、はいはい、じゃあ皆さんと一緒にお勉強って感じですか。そうですね、皆さん僕と一緒に勉強していただいて、で実際にチャレンジしていただければなと思います。はい、まあ、今の時期、今4月中旬で、まあ、これから芽がどんどん出てくるんで、まあ、その芽が出る前に取り木はかけた方がいいので、今ぐらいですかね、ほんとギリギリぐらいかな。なんかできる木、できない木ってあるんですか。細かくはちょっとあれなんですけど、例えば挿し木ってのもあるじゃないですか、うん、まあ、枝とかを切ってそのまま土に挿して発根させるっていう、うん、結構取り木ってできて、挿し木ができないやつでも取り木できたりとか、まあ、取り木できるやつは大体挿し木ができたりとか、うん、松柏でもできる。松柏でもできます。時期が違うだけで、うん、松柏だと大体9月ぐらいかな、ベストは。どっちの簡単とかあるんですか、また初めてやろうかなと思ったら。どちらかというと雑木の方が根は出るのが早い。動き出しがやっぱ松の方が遅いんで、雑木の方が割と結果は分かりやすいかなって言っても、長くても長くかかると数ヶ月、本当に早くて 2、3週間。うーん、で、ね、根っこが出てくる。根っこが出始めて、遅いと本当 2、3ヶ月かかるかな、うん、はい、それぐらいかかってしまうかな。だからね、雑木からまずやってみた方がいいかなと思います。振ってみましょうか。はい、取り木で使う道具は僕らはこのナイフ使います。うん、ナイフ使ったり、まあ、ちょっと細かいところを削るときはこの彫刻刀を使うんですけど、まあ、皆さん持ってる人の方が少ないかな。だからカッターでもいいです。よく切れるカッターを使っていただければ大丈夫かなと思います。このラインちょっと チョークであらかじめ印作ってるんですけど、ごめんなさい、チョークの位置より若干低いかな。この下の側、ここら辺から徐々にこう切っていって。切っていくって何を切っていくんですか。表面の皮と形成層、皮と形成層があって、はいはい、そこを結構深くまで切っていくんですね。皮を剥くって感じ。皮を剥くだけじゃなくて、皮だけだったらもっと薄皮1枚とかになっちゃうんで、はいはい、さらにそこからもっと深めに、ぐるっとこうぐるっといきます。トシさんの腕だったら、僕の腕だったらこう、あ、そう、こうやって剥くじゃないですか。皮膚剥くみたいな。皮膚剥くみたいな。で、ここっから根が出るじゃないですか、はあはあ、剥いたところから根っこが出てくるんですよ、はい、で、根っこが出たらもうここ下いらないんでカットする。怖いな、うん、手だとちょっと手って言ったら松が悪いですから、ね、なるほど、そういうことです。大きいでやるってことね。大きいでやるってことです、はい、なるほど。なんで、どの道よく切れる刃物を使うんで、はい、気をつけてください。僕みたいに指切っちゃうとかそういうことは、はい、まあ、最初はそうやって学ぶっていうのもありますけどね、まあ、気をつけ、皆さんの綺麗な手が傷つかないように気をつけてください。で、もうここら辺からなんかこういきなりこう刃を深く入れちゃう方がいいんですか。どういう感じでやればいいですか。不安だったら、うん、僕これチョークでやったんですけど、うん、本当はチョークみたいな、なんかペンでもいいですけど、うん、どっちにしろそこの部分を剥ぐんで、それで印をつけていただいて、いきなりグッて入れなくても、うん、まあ、ちょっとカッターで跡をつけてあげる、うん、
のもいいかもしれないですね。まあ、こう薄くちょっと印をつけてあげて、なんかその、うん、皮なのか形成層なのかってことがあるもんね。なんて言えばいいのかな、真っ白いところっす真っ白いところ、真っ白いところ、はい、それ取りすぎたらダメなの？取りすぎるってこともそうそうないと思いますね。そのなんかこう綺麗にそこだけ剥がれるの？綺麗に行く場合と行かない場合ありますけど、うん、まあその時はちょっとなんか残っちゃったらこういうのでカリカリカリっと綺麗にしていただける。このとこ来た。どこからどこまで塗ってんの？最初はね、ここ印つけたんですけど、うん、チョークの部分、うん、でここよりちょっと低い位置で取りたいんで。幅ってどれぐらい取ればいいの？幅はね、あの幹より太くとか言われてるんですけど、幹より太く、はい、だけど実際はそんなことないです、うん、いけます。え、いけます、はい、どれぐらい幹よりそんな、あのなボスが幹の 1.5 倍とか言ってたから幹の直径の 1.5 倍、幹の 1.5 倍って言ってたからあれなんですけど、でも実際はこれの 1.5 倍って相当じゃないですか。取れないですよね、はあ、はい、いけます。いや、まあ、だ5ミリとかだったら薄いわけで、あんまりなんかたくさん剥いだ方がいっぱい根が出るのかどうかわかんないですけど分からんやつやね、これはほら、こんな感じ。結構重くですね。はい、これね、うっすらこの薄皮みたいなのが残ってるんですよ、これ。これね、実際やると分かるんですよ、綺麗に出るんです。ほら、で当然ここ枯れてる場所なんですけど、本当はここを素直に行けばこっちからこう通るんですけど、ね、枯れてるところはどっちにしろもう死んでるんで、うん、根が出ないじゃないですか、うん、削ってもしょうがないんですよ、うん、なんでこの上の部分斜めに切る。はい、斜めに。死んでるところを取り木したって根っこ出てこないよって。そうですね。あんまり失敗しない作業なんですか？そんなことはない。あんまりね、失敗はしないと思います。失敗は指を傷つけるぐらいです。ただちゃんと後で、まあ、説明はするんですけど、うん、発根剤とかやっぱり やった方がいいんですよ。発根剤、はい、お薬。お薬、根っこがよく出るんですか？そうなんですよ。うちはルートンっていうのを使うんですけど、ルートン、あとはその粉をちゃんとつけてから、発根剤つけた後に、あのなんせこの湿気が必要なんで、うん、乾燥しちゃうと根っこが入ってこないんで、うん、まあ、よく使われるのは水苔を巻いたりとかするんですけど、はい、うちではどっちかな、どちらかというとあれかな、普通にティッシュ、ティッシュ、はい、塗りティッシュ、塗りティッシュ、はい。結構剥いちゃう深さが分かんないね。まあ、でもなんかすごく硬いところまで剥いちゃっていいの？ああ、そうですね。真剣？必死？必死ですよ。必死。はい。しかも、このままやると多分ナイフで指つくなと思いながらやってたんですよ。うん、で怪我したんですよ。で余計ショックですよ、ね。ナイフでやってた。ナイフでやってたんですよ。彫刻刀みたいなやつの方がやりやすそうですね。そうですね。普通に一周だけ？一周だけね、ナイフで。そうですね、さっきのこういう金図みたいにこういうやつだったらもうナイフ入れやすいじゃないですか、うんうんうん、でこういう風に低い位置とか、うん、もさもさしてるのを無理にナイフでやるとつるんって滑って怪我したりするんで。怪我したんですね。そうなんですよ。ここはむずい。そっか、じゃあここの銅が長いなっていう木見つけた時も、うん、取り木したらいい感じになるんじゃねっていうのはあるってことやな。そうです、そうです。その下からが枝とかね。枝だけ抜くってこと？枝抜いて、あ、幹じゃなくて枝にもかけていいんだ。はい。あ、じゃあこの枝を植えてしまおう。もう幹にしちゃおう。あ、なるほど、それもできるのか。あ、だけど当然取り木する時に元気なやつじゃないとダメですから ね。もう当然ですけど、うん、根が出ないんじゃ意味がないんで、うん、木が元気じゃないと取り木がかけられないんです。あ、まあ、そりゃそうだね、はい、構えまる。もう完全にこれ水水遮断してるんで、うんうんうん、もうあとは根っこが出なかったらおしまい。根っこが出なかったらやっぱ枯れるってことか。やっぱ枯れちゃうんですね。そうか、もうぐるっと一周脱いじゃってるってことやから、はい、あ、じゃあもうそいつはもう今そこからは
こっから上でじゃないと水吸わないってことか。そうです、そうです。うわ、そうなんや。で、根っこが出てないっていうこともあるんですよ。もしかしたらちゃんと剥けてないとか、うん、水分が足んない、うん、ちょっとカラカラになっちゃったとか、うん、まあチェックしてもう一度っていうのもできたと思いますよ。そっかそっか、ちゃんと水やりしなきゃ枯れるんか。そうですね、だってもう一時的に今も根っこも何もない状態になるってことやろ。そうです、そうです。そんな大丈夫なの。やっぱ木って強いんですね。もう完全に遮断。でも明日には枯れるんじゃないですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。ああ、すごい。じゃあやっぱあんまり暑い時はやらない方がいい。うん、だから僕たちもこれ終わった後は基本はもうハウス内で管理しますね。うん。でこの鉢ちょっともういらないんで取っちゃいます。いらない。いらないです。もうあっても意味ないからか。あっても意味ないです。根っこもう剥いちゃったから。はい。マジか。そうなのね。そうなんですよ。さっき言ってたこれルートンって言うんですけど、発根剤です、うん、調べたらすぐ分かると思うんですけど、うん、まあ、これ少しだけ水が入ってるんで、このルートンですね、入れて溶かして、それを入れるの、ペースト状になるまで。うーん、これ、まあ、粉状じゃないですか、うん、ルートンって、うん、これをそのままやっても水あげた時に流れちゃうんですよ、うん、こういうペースト状になるまで。なんである程度流れ落ちないように念のためにもうちょっとペースト状になった。ペースト状になりました。あ、結構ペースト状ですね、うん、カットパスタぐらいの感じね。あ、いいタコですね。それを剥いたところに塗っていくの。こっから出てほしいんですよ、上側ね。新しい、はい、この位置からちゃんと出るように塗ります。そのべったり塗らなくていいのか。うん、まあ、とりあえず塗り残しがないように、うん、ねえねえ、僕なんか愛好家さんで やっぱやってる人もたくさんいますね。取り木ね。取り木なんか失敗の確率も低くてってなったらやっぱりやってみたくなるかもしれない。うん、そうですね。まあ、一周ぐるっと一周ぐるっと、はい、塗りました。で、ここで水苔持ってる人は水苔でもいいんですけど、うん、もうここにペタってつけちゃいます。あ、水苔を。で、水苔の場合はちょっと落ちちゃう、そのままペトンって落ちちゃうんで針金とかで巻いてもいいんですけど、うん、まあなんせ落ちないように。うん、うちはちょっとティッシュを。ティッシュ、ティッシュな。ティッシュでも出るん。ボスが言ったんですよ。なんでティッシュ巻いとけって。で、ティッシュを濡らしてはつけとく。ぐるっと剥いたところに。はい。カットパスタみたいなのをしなくていいんだ。あ、大丈夫です。もうティッシュだったらこうやってペトンって貼れちゃうんで。まあ、大好きな伊藤さんがいる。構えつってます。で、ぐるっと巻いちゃえばいい。そうですね。まあ、心配だったら針金で一周ぐるっと一周ぐるっとしてもいいんですけど。あ、しないんですか。ティッシュだったらペトッとこうやってくっつくんです。でもう土に入れるだけ。土に入れる。はい、土入れるんですけど、よく取り木をするときに、うん、ここ抜きました、うん、で、まあ、発根剤塗って、うん、まあ、水苔だ、ね、水苔、うん、ティッシュにしてやって、うん、黒いポット、うん、こんなプラスチックの安いやつあるじゃないですか、はい、ホームセンターとかって、はい、それをやる人もいるんですよ。ここではもう素焼きに入れちまえっつって。はい、ボスが素焼きに、でかい素焼きに入れる。でかい素焼きに入れちまえっつって。例えばこんなんとか、ここでかい、ちっちゃいじゃないですか。逆にちっちゃい、はい、でかい、まあ、しっかり土に入る、ね、まで下を切っちゃったりはしないんだ。あ、まだまだ浅いのか、うん、これどっちにしろ枝が当たるな。しかも固定しないで、これでいっちゃいましょうか。それでいっちゃいますか。はい。で、普通に植えるとして土は何か違う土なんですか。はい、まあ細かいのを最終的にやります。普通のあ、別に普通の植え替え用の土でもいい。土でいいです。植え替え用の土でいいの。はい、まあ、でもね、まあ、最終的にはこの細かいやつを。
それ赤玉ですね。赤玉先に切ったりはせんのやな、どうせ切るんやったら。あ、切ったりしないです。しないよ、ね。土はじゃあ植え替え用の土でよくて。あ、そうですそうです。もう下の方は何でもいいちゃ何でもいいってことね。まあ、ある程度、まあうちは普通に中粒ぐらいかな、うん、使ってます。下の方はそんなに吸わないし、うんうん、ってことね。上の方の要はここが大事ですからね。切ったところ、ね、新しいところがね。結構上の方まで土盛らなきゃいけないってこと。そういうことなんですよね。それ鉢の高さより上に切ったところがあるじゃないですか、はい、最終的にはどうなるんですか。そこが問題なんですよね。おお、そういう場合はですね、網を使って、うん、要は一周ぐるっていけばいい。難しくね。はい、難しくね。いや、そんな難しくないですよ。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、ぐるっと巻く。はい、で高さ上げる。そうですそうです。その中を土で埋める。そうです。あ、なるほど。すぐにかさ増しして、その隙間に土を埋めていくわけか。そうです。この中にね。中に。はい、あ、その発根してほしいところに入れる土っていうのは違う土なのね。あ、もうちょい細かい土。もっと細かい土。ちょっと失敗しましたね。結構じゃああれやな、大きめに囲うのね。そのなんかさっき水苔でビニールしたりとか、はい、ポットに入れるとかあったけど、これ結構人によってやり方違いそうね。じゃあそうですね、割と一般的な皆さんが取り木をイメージするのは、うん、黒いポットを使うことが多いかな。これが動いちゃう。あれなんで。要はこの切ったところにちゃんと砂が入れば、砂土が入ればいいわけなんで。なるほど。そしたら細かいのを。肥料的なのはあげないのね。そうですね、もうこの状態で多分もう十分。なんか発根剤もやってるし、まあ、剥いたティッシュの部分、剥いたティッシュの部分っていうか、剥いた部分がちゃんと土の中に完全に隠れるように。そうですそうです。これで水やってしまいます。で、出る。本当に、まあ、また2、3ヶ月後。そうですね、まあ、2、3ヶ月ぐらい後には。水で多少また土が動くかもしれないんで、水やった後もう一回チェックします。なるほど。ちょっと難易度が高いですけどね、これは。そうですね。もうどっちにしろハウス置いとくんで、この中で水バーッとかけちゃいます。で、あとはしばらく放置。はい、もうこのまま放置です。で終わりなの。まあしっかり水やりの時に忘れないように。あ、隣のもじゃああれですか、やっぱり。あ、そうですね、これ僕が初めて指怪我したやつですね。それもまあまあ盛り上がってるね。はい、ポットの代わりにやってるわけね。そうです。確かにポットがスポッて入るんやったらポットの方が楽でいいな。そうですね、土もそんな使わなくて済むし。はい、初心者の方もぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。